黒田直には、日立下立藩主、上野沼田藩の初代藩主、狂利藩黒岳初代。漢文6年12月27日、旗本、中山忠縛りの三男に生まれる。立林藩家老の外祖父、黒田大綱の養子となり、徳川徳松の側近として仕えた。遠方8年、徳松の江戸城塞の丸入りに伴って、幕臣となる。 月報三十口を与えられた。天長元年三月二十一日、倉米三百票取りに改められる。徳松の創生に伴って一時消布心となるものの、その後湘南土役や古障を動揺されて、倉米も増やされていく。上京四年十二月十八日、十五位下、無前神に除任される。徳川綱吉に長愛されて、元六九年には七千国に加増され、 元六十三年一万国を領して大名に列する。元六十六年一月九日、五千国を加増されて、日立下立を居所とする。法永元年十二月二十六日、十四日に昇進する。法永四年一月九日、五千国を加増される。法永六年二月二十一日、綱吉の死去に伴い、五章を解任される。同時に、 江戸城の狩りの真ずめとなり、黒だけの価格となる。聖徳2年3月1日、初めてお国入りをする許可を得る。なお、翌年の2度目のお国入りに際しては、暇の木という記録を残している。教法8年3月25日、総社番に就任し、自社奉行を兼任する。教法17年3月、五千国を加増されて、下立から沼田に違法された。 教法17年7月29日、西の丸老中に就任し、武蔵国内で五千国を数をされた。三万国を領することになった。同年12月15日、自重に任官する。学を好み、欲のない人となりの良い人というように、名君として称賛された。お牛そらいの弟子であり、異性者としての心構えを説いた、老話、地球略論を表すなど、 著作も多い。教法20年3月26日、江戸で死去し、後を陽子氏の直澄が継いだ。ありがとうございます。